皆様ごきげんよう、もうクリスマスも終わって今年もいよいよ終わりというところなんですけれども、ちょっと大変重要な問題を皆様にお伝えいたしたく、今日はこの動画をアップいたします。と言いますのは、去る12月19日産経新聞が報じました一つの問題についてです。オーストラリアの慰安婦像撤去申し立ての日系団体に脅迫メールというニュースが、12月19日月曜日に、産経新聞のネット上で、配信されています。まずニュースを少し読みますけれども、オーストラリアシドニー近郊の教会敷地内に韓国系団体の依頼で設置された慰安婦像をめぐり、現地で抗議活動を展開する住民らの組織オーストラリアジャパンコミュニティネットワーク AJCN に脅迫メールが届いていたことが18日分かった。 AJCN は差出人を韓国に住む人物と特定、地元警察に届け出る方針だ。メールは英文で、できるだけ残酷な方法で命乞いをさせながら殺したいなどとあり、殺人予告とも取れる内容となっているということです。この件につきまして、今日はこのオーストラリアジャパンコミュニティネットワーク AJCN の代表を務めていらっしゃいます山岡哲秀さんにお話を伺おうと思います。山岡さん、よろしくお願いいたします。はい、山岡さんはこの AJCN の代表を務めてらっしゃるということなんですけれども、はい、オーストラリアにお住まいで長く、そして現在は、まあ、日本とオーストラリアと行ったり来たりされながら、時折こうした、ロンドン市への寄稿もなさってらっしゃると、うん、そうですね、朝日新聞の配信というようなこと、はい、こうしたこのご自身の執筆活動以前に、このオーストラリア現地で AJCN というのを住民の代表ということで立ち上げられた、そうです。このあたりのいきさつからまず聞かせていただいてよろしいでしょうか。まず最初に私がこの問題に関わるようになったのは、2014年の3月もう終わりなんですね。3月31日に地元のこれもストラスフィールドというですね、慰安婦像を建てようと反日団体がしている町のお母さんが、日本人のお母さんが、心配してですね、メールを拡散したんですね。でその中に、明日の夜、つまり4月1日の夜、ストラスフィールド市の市議会で公聴会があって、この慰安婦像を建てるかどうか決めるから、日本人の皆さんどうか集まってくださいと、そういう、悲痛な訴えのメールがたまたま回ってきた。でそれを見て、これお母さんたちに、だけにですね、任せて見てみるするわけにはいかないということで、なんとかそのお母さんの連絡先を調べて、私に連絡してくれるに頼んでですね、でその夜にそのお母さんたちに会いに行って、その対策を練って翌日の公聴会に備えて、でそしてなんとかその4月1日の公聴会では、乗り切ってですね、問題を棚上げにすることができた。でそれから、それもあっという間の出来事なわけです。でそれから1週間ぐらい経ってからですね、これは長丁場になるし、きちんとグループを作った方がいいねということで、当初は JCN のジャパンコミュニティネットワークとして始めて、それから後に、オーストラリア人のメンバーも多いからということで、オーストラリアジャパンコミュニティネットワーク AJCN と改名した。それで今回はこの脅迫メールっていうのはちょっとあまりにも、ただごとじゃないわけですけれども、結局その、最初の公聴会の時は市議会のその公聴会ではそれが受け入れられて、採決は、結局その慰安婦像は公共の場所には建てないということなんですね。もっと正確に言いますと、その場では棚上げになって、でそれから1年半ずっと、戦い続けて、最終的に2015年の8月になってですね、再度公聴会が開かれて、でそこで、全面否決になったということなんですね。ですから1年半、以上ですね、延々と、議論が続いたわけなんですね。そして今回はその公共の地に建てられなかった、でもそれは悔しくてしょうがない、韓国側の団体としては団体がどっかに建ててやろうということで、無理やりですね、この教会のこの牧師の協力を得て、一応私有地というところに、無理やり置いたということですね。
って、はい、あのこのね、その2014年の、まあ、この戦いが始まったというところから、今日までの間その嫌がらせっていうのはあったんですか？まあ、それはもちろんありましたよ。あの特にあのこう、うん、最後の公聴会が続いあの近づいてくるにしたがってですね、はい、あのまあ、活動していた男性の車のタイヤが、はい、まあ、前輪が両方ともですね、うん、あのナイフで切られたり、はい、あるいはその住居の、まあ、アパートのですね、敷地内に、まあ、見知らぬアジア人の団体がですね、グループが入り込んできて、で奥さんと鉢合わせして慌てて出ていったとかですね、まあ、その直後にタイヤが切り裂かれたりしたんですけれども、まあ、それとか、まあ、メンバーのですね、アパートの下にですね、やはり見知らぬアジア人が来てタバコを吸いながらずっとその部屋を見上げていたとかですね、まあ、あのいろんなことがありましたね、はい、なるほど。で、まあ、ただ今回はその脅迫メールということで、まあ、かなり具体的なことになったわけですけれども、うん、はい、でその、教会というのは、まあ、カソリックの教会、これプロテスタント系なんですよね、ユナイティングチャーチというね、うんうん、どういう教会なんですか？なんか教会そのものに多少こう政治的な背景があるとかそういうことあるんでしょうか？いや、政治的な背景というよりも基本的にはあの、まあ、左翼リベラル的なスタンスを取りやすい、あのグループではあるわけですよね、うん、あの別に韓国系の牧師がいるとか、うん、そういうことではないですか？韓国系の牧師もいますし、あ、はい、あの韓国系の、まあ、まあ、ハイランクのですね、ミニスターもいますし、はい、それからやはりそのオーストラリアにおいてもですね、うん、その教会の信者数が減ってですね、はい、中にはあのもう閑古鳥になって閉めちゃう教会とかもあるわけですよ、でそこに韓国人の、まあ、キリスト教なんかウリスト教か分かりませんが、うん、はい、の人たちが入ってくる、うんうん、だからその韓国人信者に依存する度合いがまあ、高くなっている教会もたくさんあるわけで、そういう背景もあるわけです、ね、うんうん、この教会も、まあ、その一つというようなところもあるんでしょうか？まあ、そういう、うん、まあ、その韓国人社会とのつながりの強さということはこれも間違いなくあるわけです。場所柄もそうですね、そのアッシュフィールドという場所、はい、まあ、前回問題になったストラスフィールドという場所、まあ、これらはまあ韓国系の住民が非常に多いところなわけです、はい、もちろんそれは偶然じゃないわけです。今回のこの教会のある町というのはストラスフィールドとは違うけれども、隣、はい、やはりシドニーの郊外ということなんですね、うん、まあ、そうですね、15キロぐらいシドニーの中心部から離れているということですね。なるほど、はい、うん、ただまあ教会ということはその教会の敷地内ということは、まあ、もちろん私有地、教会の持っている土地ではあるけれど、うん、結構公共性の高い場所です、ね、うん、それをだから我々問題にしているわけですね、うん、その私有地だからいいじゃないかといっても教会というのは不特定多数の人が来るんですから、そうです、ね、ですからそれはあの基本的には公有地としての性質を持っているわけです、うん、はい、それで今回ですね、この、まあ、教会の敷地内に立つということになって、うん、山岡さんたちは、うん、先頃この12月に入ってから、うん、オーストラリアの連邦政府に対してある訴えを起こされたと、うん、あのまあ、人権委員会ヒューマン・ライツ・コミッティというのがあるんですけどね、はい、そこに対して、まああのまあ、特定の人種に対するですね、うん、あのまあ、攻撃的要素を持っているということで、これはもうちょっとプライベートな場所に移しなさいと、うん、移してくださいという、まあ、申し立てをしているわけですね。うん、それはその、まあ、オーストラリアではちょっとこの人権委員会の、まあ、背景をあの説明しないと多分日本の、ね、うん、方が分かりづらいと思うんですけれども、うん、要するにオーストラリアでは、まあ、かつて白豪主義っていうことがあったために、差別、人種あるいは民族による差別っていうものに対しては厳しくそれを戒めるためのあるいはそれを禁止するための法律があるっていうことですね。そうですね、やはりあの、まあ、アンティディスクリミネーションロー、うん、アンティレーシャルディスクリミネーションローですね、うん、その人種とか、まあ、肌の色とか、うん、まあ、そういったものによって差別することを禁ずるという法律がありますし、うん、またあの政府レベルもですね、はい、連邦州レベル、うん、それぞれにですね、あのいかにそのさまざまなエスニックグループの融和を図るか、うん、それを促進するか、うん、差別を防ぐかと、そういうことにその、まあ、携わる組織が存在すると、うん、まあ、そういう社会になってるんですね、うん、ということは今回はそのこういった慰安婦像が、まあ、公共性の高い場所に立つことによって、まあ、オーストラリアにおける日系人日本人がその差別に遭いやすい、うん、差別に遭う危険性があるんだということを訴えていらっしゃる、うん、そうですね。我々のポイントというのは、うん、そのこの慰安婦像というものがですね、単なるこの、
まあ、英語でいうとこのコーメモレーション、うん、単なるそのかつて、まあ、戦争中に苦労した方、亡くなった方に対する追悼が目的というよりも、うん、完全に反日活動、うん、もっと言えば反日教育のシンボル、うん、ツールになってしまうと、うん、そのことによって特に北米ではですね、はい、もうすでにいろんな問題が顕在化しているわけですね、うんうん、ですからコーメモレーションということが目的であれば、うん、これはあの平和に、うん、静かに行われるべきですね、うん、しかし実際にはあの非常にその、まあ、攻撃的なデモが行われ、うんはい、そしてまたそこへ子供を連れて行って、うん、これが本当の歴史なんだと、うん、日本はこんなことをしたんだということを、うん、あの一生懸命やるわけですね、うん、でそれはもう北米ではもう散々やられてるわけです、うん、オーストラリアではあのずっと戦ってきていて、まあ、なんとか抑えてるんですけども、北米ではもう完全に子供たちに対するいじめとか嫌がらせとかそういったものが顕在化しているわけですよね、うんうん、で我々はそれを防ぎたいということですね、うん、なるほど。そうすると、まあ、その歴史問題としての、まあ、ある種の、うん、そのなんていうんですか、戦いということではあるけれど、うんうん、歴史問題そのものを論争しようとかというよりも、うん、少なくとも住民として、被害、うん、こういうものに遭わないように、うん、そして、まあ、そういうものがオーストラリアの中で定着しないようにというためのまあ、そのための活動ということですね。そうなんですね。あの我々の活動方針の一つに、あの防衛二元論という考え方がありましてね、これ私が勝手に作ったんですけど、その、まあ、歴史戦とか歴史認識問題ということはもちろん常にあるわけなんですね、うんうん、ただそういったあの、まあ、マルティカルチャルな多民族国家において、うんうん、まあ、それぞれの民族が、うん、異なる歴史認識を持つということはまあ当然なわけですね、うん、まあ、ある意味仕方がないですよね、はい、それはまあ仕方がないことなんです、それは、うん、あのディベートをまあするならすればいいことなわけです、うんうん、しかしその認識の違い、考え方の違いゆえにですね、うん、そのコミュニティの融和を乱したり、うん、ましてや特定の民族に対する圧迫とか嫌がらせが起こってはいけない、うん、それを避けなきゃいけないというのがあのまあ我々の終始一貫したスタンスなわけです、うん、なるほど、分かりました。まあ、こういうふうなことがあって、そして、山岡さんが実は現地のメディアに大きく、山岡さんとそれからあとお二方、うん、オーストラリアにいらっしゃる日本人の方あのお顔を私拝見しましたけれども、オーストラリアの、ABC という、うん、国営放送ですね、国営放送ですよね、うん、こちらがその番組を作って、で、山岡さんにもインタビューをされていましたし、あのそれ以外のお二方の、日本人の方にも話を聞いておられて、だいたい10分少々ですね。そうですね、はい、うん、まあ、7時半から流されたものですからね。あ、じゃあ一番いい時間帯に、はい、まあ、完全に地上波であの全国に流れてしまったわけですね。でニュースですよね、うん、あれニュース番組の一つの大きさというような感じ で、はいはい、ただあの、まあ、それもしですね、ご覧になる方は、英語のわかる方はぜひあのそのままご覧になっていただきたいと思うんですけれども、はい、まあ、あの山岡さんは今おっしゃられたようなことを お話になっていて、うん、その部分が使われていたし、それから他の日本人の方々もやはり同じような、うん、ことをお話になっているんですが、ただ一つやはり問題なのは、ABC のその番組でも結局この歴史のさっきおっしゃった歴史認識ですね、これに関しては韓国側の主張している、まあ、日本側から見れば全く事実に基づかないことが歴史の事実であるというような前提で話が進められていますよね。そうなんですよね。特に番組のナレーションなんかではもうそのセックススレイブにしたと、うんうん、いうことを歴史の事実としてその前提で番組が進行されていくと。そこなんですね、そのフレームワークを崩すことは非常に難しいですね、うん、はい、まあ、あのこれまではあの海外のメディアというのはものすごく一方的な扱いをしてきたわけです、はい、で今回、まあ、最近ですね、この HACA の活動を始めてから、うん、はい、あのまあ、かなりこちらの言い分もですね、取り上げてくれるようになりましたし、はい、まあ、今回もあれだけ反日的な報道をしてきた ABC が、まあ、あの私の言ってることを相当まあ流してましたね。そうですね、はいはい、でそういう意味ではあの、まあ、大きな、まあ、前進変化とも言えるんですけれども、もしかし前提としておっしゃるようにですね、まあ、日本軍が、まあ、アジアを席巻して、20万人の女性を性奴隷としたというようなナレーションが流れてしまうんですね。でこれはやはりこれまで日本政府の対応が、まあ、ひたすら謝罪して、もう謝りました、お金も払いました
ということ、そしてこの間の昨年末の日韓合意、はい、もうあれがもう決定だとなってですね、日本政府が正式に認めて謝罪して、賠償金まで払ったと、はい、だそれをだこれはもう歴史的事実として固定されて、一切議論の余地がないんだから、あなた方がそれについてとやかく言う筋合いじゃないだろうと、そういうふうにこの、まあ、言われてしまうわけですね、つまりその、まあ、オーストラリアの、まあ、あれだけその国営放送であのように流れれば、その認識っていうのは共有されると思うんですけれども、そうですね、はい、要するに日本政府はこの事実を認めてるじゃないかと、あの謝罪もしお金も払っているんだから、まあ、朝鮮半島を中心にしたその若い女性たちを日本軍が性奴隷にした、これは事実だろうと、でそこに対してもしかしてあなたたち文句言いたいの、それは違うよねって、こんな感じなんですね。そうです、レポーターの聞き方もそうなんですよね。もう常にそういうふうに突っ込まれるわけです、はい、そういうまさかそれを修正しようというの、その歴史をっていう、こういう感じで聞いてくるわけですね。もうそうです、なるほど、はい、でそこがですね、あの非常にまあ難しいところなわけですよね。まあ、あのまあやはりまあ、これはあの日韓合意が出た直後に、もう海外のメディアはそういうふうに、はい、もう捉えて、一斉に報じましたからね、ついに日本がその過去の蛮行を全面的に認めたというふうに報道されましたから、まあ、その記事を拾って AJCN レポートとして発表しましたけれども、まあ、そのままずっとこう来てるわけですね。でそうしますと、まあ、私もそれで何度も突っ込まれてます、でその度に、まあ、大体私が答えるのは、その歴史認識上の問題というのは、これは、まあ、究極的には各人に着せられるものであって、で私は必ずしもここでそれを議論することが目的ではないと、まあ、しかしその歴史認識論とは別にですね、今度はやはりコミュニティのあり方、オーストラリアのマルティカルチャリズムのあり方といったものは、存在するのであって、我々はそちらの方にポイントを置いて、議論しているんだと、それはまた別のスタンダードがあるんだということですね、そういうことをはっきりと言うということなんです、それでその、まあ、私もあの番組を見たときにちょっとまずはそのフレームワークの部分は気になりました、それから BBC も伝えているんですけれども、BBC もあの実は山岡さんたちの主張というのは結構ちゃんと、あのテキスト部分でも書かれているんだけれども、ただそうは言っても BBC も前提は、日本軍はやはり、その女性たちを性奴隷にしたって、まあ、これは前提にはなっている、そうなんですね、ここも動かしがたいことになってしまってるんですけど、それはあの我々も別にそれで良しとしてるわけではなくて、あのもちろんちゃんと意見をしていくんですけどね、ただそれを主には、あの現時点ではしないということですね。そうですね、はい、逆に過去のことにあんまり視点がいってしまうと、現在の今日の問題というものに、あの、はい、きちんと解決しようということにいかなくなりますからね。こっちに視点移されちゃうんですからね。そうです、本来の目的を果たせなくなってしまいますから、まあ、それを避けるためにはやはり、あのプライオリティということを考えて議論するということなんですね、その例えば山岡さんたちが全く皆さん民間人で、言ってみればこう手弁当 で、あるいはそのご自身方の、まあ、生活圏を守りたいと、あるいは子どもたちを守りたいということで、こういう活動をしてこられた、これに対して例えば現地シドニーの、日本の総領事館、あるいはそのオーストラリアの日本大使館からはなんかサポートなり、あるいはこういろんな相談っていうようなことはあったんでしょうか。まあ、あの原則として、その、まあ、民間団体がやってることでね、その政府はそれに直接関与しないという、まあ、建前があるわけですよね、ですから、まああのまあ、総領事館なり大使館の方には、まあ彼らにできることをですね、これはやっていただくということで、でこれはですね、まあ、よくあのこういうことが起こると、外務省何してるんだとかっていうことになるじゃないですか、もちろん当然そうなんですが、まあ、しかしこれ私の持論はですね、やはりコミュニティの問題っていう時にはやはりそのお上頼りにせずに、コミュニティの人間が自分で立ち上がるということも大事なんですね。自発的、自律的にまずやると、そうです、それも大事なことなんです、なぜかというと、そうすることによって初めてそのコミュニティに本当の懸念、ジェニュインコンサーンがあるということが認知されるわけです、例えば、市みたいな自治体から見たときに、やはりそこに住んでいる日系の人たちが立ち上がった、あるいは
非日系の人たちも反対した、うん、そして署名をしたとか、うん、意見をした、うん、これで初めてあここに本当に問題があるんだなということが正式に認知されるわけです、うん、ですからそれはやっぱりね自分たちでやらなきゃいけないですね、うん、あのお上であるでなんか外務省なんとかしろというのだけでやはりこれは不十分なんですよね、うん、そうですね、はい、あの外務省は外務省で、そのレベルでできることをしていただくということですね、うん、これ両輪じゃなきゃいけないというのが、うんまあ私の持論なんですけどね、うん、自ら立ち上がると、うん、そして自分たちで、はいこの認識を共有するということですね、うん、そうなんですねあの現在の懸念、うん、これを共有するそうですそうです、ね、今目の前にある懸念に対して住民が意識を持って立ち上がると、うん、これが大事なわけですね、うん、なるほど、はいまあ、それとですねその先ほどおっしゃっていた、うん、反差別法ですね、うん、これはまあオーストラリアの歴史の中から出てきた法律なんですけれども、そうですね、どうやらここへ来てまた、その山岡さんたちの訴えに対して、うんちょっと違う筋からもどちらかというとこうあんまり山岡さんたちにとっては、うん、嬉しくない、うん反応が出てきているとでこれがそうなんですよね平野さんという、うん現地のメディアですねそうですねこれは向こうでいうところの、まあ、保守系というか、まあ、タブロイド系のですよね、まあ、かなり右って言っていいんでしょうかまあそうですよね、うん、かなり右の、まあ、白人層そうですね、読者にも、はいまあ、特にこの書いてる記者はそれで有名な人ですね有名な人なんですね、はい、でこれはこの見出しだけ見ていただいても、うん、ちょっとそういうところが感じ取れるんですが、Now Japanese use a race law against a war memorial ということでこの歴史の、まあ、記憶をひっくり返すために、この人種差別法を利用しようとしてるそうなんですよね日本人がで、うん、でそこであの日本人がというのと、うん、それからこのアワっていう、ねはいはい言葉がついてますね、はい、でこれはね、はい、あのものすごく差別的なものの言い方なわけですよねここですねアワレイスローですね、はいはい、それからこれ日本人も皆さん、はいまあ、日本人だけじゃないわけですよね、はい、だけど皆さんこの合法的に住んでいてオーストラリアの住民なわけですからですからあのこの法律というのはみんなの、はい、それに対して日本人が我々の法律を使って何かしようとしているという、うんうん、つまり日本人だけを切り出してそうですそうですしてしまってるわけですね、うんうん、なるほどエイリアンのようにね、うんうん、これこの言い方自体がもうすでに、うん、あの差別的でレイシャルなわけですね、うんうん、そのことを私は指摘したプレスリリースを出してますけども、うんはい、もうここからもうすでにもう分かるということですよね、うんはい、ですからそういった形での攻撃でこの人たちはこの、うん人種差別禁止法を廃止したの。なるほど。要するにその白人の、うん、まあまあかなり右な、うん、人たちというのは、この人種差別法そのものが鬱陶しいと。鬱陶しいんですよね。うん、でそれをまあ亡き者にしたいわけだけれども、そうですね、とうとう日本人がこれを利用して、うん歴史修正に利用してきやがったぜと、うん、こんな感じなんですね。そうですそうです。そううん、でこんなくだらないことに使われるんだから、うん、やっぱりこの法律はいけないと。こんな法律はもうさっさと廃止しなきゃいけないという。ふうに利用しようという、ね、流れが一つにあるわけです、ね、だから日本人がその歴史修正にこの法律を悪用しようとしてるぞというふうに彼らが逆に政治利用しようとしてると、うん、そうですこういうことですねそういうことですね、はい、これはちょっと厄介ですね、うんまあ、これに対しても、ですからまあ、我々の方からですね、うん、明確に、はい、どういう根拠があってやっていて、うん、なぜこの法律が必要なのか、うん、また我々のケースが、はい、なぜこの法律に異議をするのか、うん、できるのかということは、うん、これはですねかなりテクニカルなレベルまで立ち入ってですね、はいまあ、きちんとした反論なり、うん、主張ということはします、うんはい、ですからこうなってくると、まあはい、単なるまあ、コミュニティの融和とかですね、はい、子どもたちの安全ということもあるんですが、はい、それにとどまらずですね、はい、その法律レベルに踏み入ったですね、うんテクニカルな議論もしなきゃならないということで、まあ、結構大きな問題にですね、なってきてますね、これは。で、これ、お母さん方の立場というのは、これはオーストラリアもそうなんですけども、もちろん子どもたちを守るということが第一優先ですね。ですからあんまりそのことを荒立てて、まあ、さらにその攻撃の対象になることは避けたいという気持ちも当然ある。だからその歴史論争だけをギャー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 やるということは、うん、むしろ避けたいわけですね。避けたいということがありますね、しかしだからといって黙ってたらですね、そうですね、これはいいようにやられちゃうわけなんです、はい、でそういうジレンマに大変苦しんでいらっしゃるわけですね、まあ、歴史の問題はそれも極めて大事なんですけども、はい、これはよりロングタームで取り組みしてありますね、はい、過去20年30年の不作為の結果ですから、それはやはり
り長いタームで考えて、かつこれは政府はきちんとですね、自分たちが定義するところの歴史認識というものを明らかにしなきゃいけない、うん、ただ単に謝りました、お金払いましただけではどんどんその、深みにはまっていくだけですね、うん、だからそれまず政府はきちんと自分たちの立ち位置を明確にすること、うん、それをやった上で官民一体となって取り組むことですね、うん、それで、10年20年かけて回復しなきゃいけない、それは歴史問題、はい、しかしこの問題というのは、うん、我々日系住民、そして特に子どもたちの目の前に迫った問題なんですね、うん、それはそれできちんと対処しなきゃいけない、ね、これ具体的にはあれですか、やっぱりこの歴史のネタで子どもがいじめに遭う、うん、そうですそうですということですよね、うん、ですから、うん、それで不可分なんですよ、うんうん、だからいや日本人というのはこんな悪いことした民族なんだと親から聞いた、で特に恐ろしいのは最近見ましたけどね、うん、韓国系アメリカ人の子どもたちが、慰安婦ごっこみたいなね、劇みたいのをやって、うん、でそれを YouTube にアップしてる、あ、うん、でそうするとその中で子どもたちが、慰安婦役と日本兵役とかに分かれて劇をしてるんですね、うん、と女の子が、日本軍に拉致されてトラックで運ばれて、うん、で夜中に襲われて、うん、そして逃げ出したら日本兵に追われて、うん、そして、刺されて出血して死んでいく、うん、で最後は血がバーッと流れるシーンで終わる、そんなものをですね、これ学校内のコンテスト用に作ってそれ YouTube にアップしてるわけですよ、うんうん、そんなことされたらですね、もちろんその子どもたちは単純な正義感、単純な敵外心といったもので日系の子どもたちに対してこんなことして恥ずかしくないのかとかね、お前たちの先祖はこんなことしたんだとかね、それと謝れとかね、その集団で囲んで、泣いて謝るまで許さないとか、そういったことがどんどんこれはね頻発してくるわけです、うん、だからこれはもちろんさっきちょっとこう歴史問題に必ずしも肯定しないみたいなことを言いましたが、もちろんこれ表裏一体ですから、ですからこう日本政府もしっかりやらなきゃいけません、うんうん、まあ、なんといっても我々は子どもたちを守んなきゃいけないということなんですね、うんうん、確かにですね 2,3 年前だったと思うんですけれども、私のところに山岡さんたちのグループの方からも何度かメッセージをいただきましたし、うんうんうん、アメリカに住んでらっしゃるお母さんからですね、はいはい、やっぱりご自分のお子さんがクラスの中で、うん、そのちょっとした吊るし上げにあったことがあると、うんうんうん、それはその、まあ、必ずしも韓国系の子供だけではないんですけれども、うんうん、向こうではその教科書の中にもですね、うん、まあ、不適切な記述があるもんですから、うん、そういうものに基づいて、日本人何をやったんだというふうなことで、まあ、大変その辛い目にあったと、そうですね、うん、いうような訴えがありました、うん、ただまあそれはそのまあいろんな、実はアメリカの日系人といってもまあ数も多いですしね、いろんな地域の特徴というものもあって、うん、ある地域においてはまあそのアジア系ということでですね、日系とそれからまあ中国系や韓国系の人たちというのが非常にこううまく、まあ日常生活においては協力しているというようなところもあったり、だからあまりその歴史のことだけで対立したくないんだというような声も聞こえたり、あるいはそのまあここでは実はその子どもたちがかなりね、そういうことでエキサイトして、自分の子どもがそういうふうな目にあったよというようなお母様もいたりということなんですが、ただ山岡さんおっしゃったように、この慰安婦像が立つというようなことを放置していけば、どんどんこれは悪い方向に行く、うん、もちろんそうですね、はいはいはい、可能性が非常に高い、うん、悪い方向に行く恐れが高いということなんですね、そうなんですよ、うん、あくまでもこの反日教育のシンボルとして使われてしまいますからね、はいはい、ですから、まあ、そういった子どもたちもですね、やはりまあ強くなければなりません、これはね、はい、本当に力のない正義というのは全く意味をなさない、うん、これはもう日本一歩出たら切実に感じることです、うんうん、ですからそういった子どもたちにもたとえ吊るし上げにあってもですね、たくましく反論する強さというものは身につけてほしいし、まあ、そのためのヘルプは、助けはできるだけ我々大人がしなきゃいけませんね、まあ、しかし同時にその歴史論争だけに肯定するというわけにもいかない、その幅広い包括的なアプローチでですね、うん、いかなきゃいけないということなんですね、さまざまな角度からこの問題をこう現じていくということが必要で、で一方ではその長期的に今までこうして長い時間をかけて、向こうにこう気づかれてしまった、うん、歴史、誤った歴史認識におけるその歴史戦争のあちらの土台ですね、うん、まあ、これをどういうふうに崩していくのかということが日本側にも問われている、これは特に日本政府のその歴史認識に関する発信ということですね、うんうん、そうです、
そうですね。で山岡さんはですね、個人的にはまたちょっと別のご活動をされていまして、最近はこうしたあの論壇誌ですね、はいはいはい、こちらの方に、寄稿されてるんですけれども、どうやらその日本の政府が、特に英語を使って発信している、うん、まあ、こうした歴史に関する内容が、うん、ちょっと英語としては適当でないんじゃないかと、うん、いうようなことを特に発信をしていらっしゃるんですね。いや、その通りなんですね、はいはい、やはり当然海外にいるので、うん、日本語だけではなくて英語でもきちんと読んで、まあ、理解しようとするわけですけども、はい、まあ、その際に、まあ、日本人が、まあ、日本政府がこう言っていると自分たちで思っていることと、うん、それから相手が理解することとの間に大変なギャップがあるということなんですね、はい、うん、ちょっとそうした内容についてですね、この後また、はい、詳しくお伺いしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい。